BH 型のレガシーでございます。そこそこおしゃれにチューニングされてる車でございます。エンジンかけてみます。クラッチ踏まなくてもエンジンかかる時代ですね。メーター満タンにしてから66キロ走ってやってます。今表示出たんですよね。なんか BFM というのがおかしいみたいで、このように燃料は入ってるんですよ。少しずつ落ちちゃうんですかね、エアコン。今日も、外気温35度から7度みたいです。こんな感じなんです。空っぽ表示、でネットで見るとこのレガシーの BFM 故障っていっぱい出てまして、なんかメーター本体変えれば解決しちゃうのかみたいですけどね。走行距離の方が今のところ問題なく、実走行9万3000キロということなので、これ変えちゃうとなーなんていうのもあるんですけども、とりあえずこんな感じです。でナビですね、よくわかりません、使い方が。どうなんでしょうね。ノーディスク。ナビゲーション。消せちゃう。消せたらやるですよね。すごいですね。もうなんかアプリみたいな感じになってます。で内装も綺麗です。タバコも直近で吸ったんじゃないですかね。もともとは。してる人がいたのかもしれないという感じですけども、一応保証書説明書関係も全部入っています。とにかく車検32年3月まであるんで、ぜひ楽しみたいし乗っていただきたいと思ってます。 LED のライトも別でつけてありますね。明るいです。ちょっと前出してみますね。クラッチあれですかね、こんなもんでしたかね。クイックに感じたんですけど、サイドもいいですね。まあ、ちゃんと整備されてる車というのはすぐ分かると思います。リアスポニーキャリア、タイヤはノーマル、アルミの、215-4517 ですね。スタンダードサイズネオバーですね。ちょっと古めですかね。薄めのタイヤですけども、まだ使えそうですかね。ちょっと薄いひびは来てますんで、交換しても良いかなという感じでしょうかね。フロント柿本のステッカー貼ってありますけど、ここ少し下ついちゃったみたいですね。車検に落ちる高さじゃないんですけど、ちょっと割れちゃってます。ビルシュタインの当時の純正ですかね。多分赤いバネでローダウンになってるんだと思います。外装で、大きなボッコリはないですけど、少し波打ってるようなところ、この辺は後ろのドア少し波が見えますかね。ちょっとこのカメラの動かしで分かると思いますけど、ちょっとくぼみと、まあ、よく見ないと分かんないです。バネが見えます。ビルシュタインですね。まあ、埼玉県内陸仕様ですので、サビの心配はなさそうです。はい、このように網してます。純正マットです。スペアタイヤは入ってます。
こんぐわっ片手でやると重いですけどね。工具はあるっすね。まあ、あの基本的には工具はないもんと思って、おまけと程度にと考えていただければと思います。よし、重い。とは外装と内外装こんな感じで、とりあえずどうでしょうか、悪くないと思います。テスト走行に次は移りたいと思います。